自分の今までの掘り出し作業ですね。こうやってですね、昔から中学生とかから書いてあったりスクラップしてたりする、これは中学とかじゃないですね。新聞とか、こういうの、ここら辺は本当に、そうですね、中高生とかの時かもしれないですね。あ、これもしかして高校生の自分が自分に宛てた手紙ですね、とかをね、これを全部、こういうのとか、これは私が実際見て申し込んだ宇宙旅行の新聞記事です。とかね、こういうのですね。を全部見直して、私が一体何に向かいたいのかっていうのを、これからね、今一度、しっかりと言葉を、根本的なところを、探り出したいと思ってます。あとこれが手帳。ああ、そうですね。これは手帳。今までの名刺ですね。もともとやってた名刺とか、ね、いろいろとあるんで、あともう一つ手帳ですね。以前はこういう家が欲しいと思ってたんですけどね、まあ以前はじゃない、まあ今も欲しいかな。ガラス張りっていうのは特にね、興味をそそられるんですね。以前のヤフーニュースですね。そう、私が山崎さんなどと宇宙ロケットプレーンをチャーターしたのは27歳だったんですね。今がさ、もうすぐすぐ37になる頃なんで、ちょっとですね。もう10年も経つのに。宇宙に近づけてないというね。今が2015年、2008年宇宙旅行行ってエベレスト登頂してることになってますからね、自分のプランでは。作家、小島に美術館、宇宙アトリエ、人生悔いなし。これはデニス・チトーさん、民間人初で宇宙旅行に行った方ですよね。アンサリーさんも女性初ですね。ものすごくお金持ちの方々ですよね。でこれが、スペースシップワンを作ってる、今山崎さんがやっているアストラックス、まあ、元々もうほぼ山崎さんが全部やってたんですけどね、昔から。90%。私もちょっと隣にいさせてもらったぐらいなんですけど、やっぱり復活をすべく常に持ってるんですよね。8年が経ったか。これはスペースアドベンチャーズが帝国ホテルに来た時ですね。この時ウィズザスタイルにいたんで速攻申し込んだんですけどね。そう、ホテル勤務の普通のサラリーマンだってなってます。これは中学の時のですね、書いてた。これもそうだな。
事をよく考えるときは考えるときは考えるとき以外はパッパラパーで、あ、物事をよく考えるときは考えるってことかな。で、考えるとき以外はパッパラ。おお、これは8月になる。スペースアドベンチャーズ社長と会う。これ未来日記を書いてたんですね。で、スペースアドベンチャーズに働かせてもらおうとしてたですね。そう思えば英語の履歴書と熱意でスペースアドベンチャーズで働かせてくれる調査頼み込む。それが実を結び、スペースアドベンチャーズでなんと働くことに。想定を更新、2007年までに1100万余裕で作ることができ自ら夢中にと書いてます。これ未来日記だったんです、その当時の。ただこういうことはしなくて、結局はアメリカ行って宇宙船をチャートすることになったんですけどね。この道じゃない方向で。9年前の宣言文、2017年13年はもう過ぎてますね。私では素晴らしい妻がいて、愛らしい子供にも恵まれている。うん、ここは達成してますね。私たち家族はお互いを尊敬し合って、まあ、ここは努力してます。素晴らしい夕日の見える南の島。やっぱそうだよな。太陽のか、そうか、これだ。心地よいベラを持つ多くの尊敬する人がそっと立ち寄り、心から安らぎ、またパワーを持って毎日を過ごしていけるような素晴らしいビラを持つ。そうか、多くの尊敬する人がそっと立ち寄り、心から安らぎ、またパワーを持って毎日を過ごしていけるような素晴らしいビラを持っている。まあ、これだ。自分がもう元々今8年ぐらい前に書いてたやることリストの中の一つなんですけどね。でも私のターゲットは多くの尊敬する人が立ち寄ってくれるようなビラを作るっていうことだったんですね。未来日記みたいなのをずっと書いてるんですよね。こうやって節目節目でこれから起こることとかですね。そう、やっぱり未来日記をよく書くんですよ私。よく話しているウィザースタイルでの発表です。私の夢、グランドハイアットの時も未来日記書いてます。無給でテストの結果が出るまで4ヶ月間働くって勝手に書いてますからね。まあ、結局6回ぐらい行って不採用でしたけどね、福岡グランドハイアット。その後ウィザースタイルさんに、ご縁をいただき働かせていただきました。すごくいいホテルでしたね、ウィザースタイル、プランドゥーシーですね。高校生の自分が、社会人になった時に向けての自分に出した手紙。感性を重んじるようなやつになっていてくれたら嬉しい。いろんなことに挑戦してくれ。自分自身の納得する生活を送っているか。本当でそれでいいか。まだ遅くない。インド行った？行ってなかったら行きましたね。今の自分の夢はピアニスト。ピアノやったね。作家、画家。作家、画家はやってないですね。あと自分でずっと入り込んでいくようなもの。やっぱり人間にしかない感性をフルに活用して生きていけたら、いろんな人の考えを学び、自分を見つめていることができたら。ちなみに今ドリッピをやっている。ドリッピ英語の教材ですねこれ。勉強が今日もある。ああ立派な大人にならんと。感性をフルに活用して生きていくっていうのになっててくれて、こう自分に向かっていってます。
これですね、この前と同じなんですけど、極太のアセテート、ノンブランド。この前はマットブラウンだったんですけど、今回はマットブラックです。本日の1本です。